今回第3弾から、引き続き立ち上げトレーナーよろしくお願いします。まあ、全般的なトレーニングの話前回前々回としましたけど、僕にとって、このエクササイズっていうのは、日本選手権に出だしてから立ち止まったら立ち寄る、こっちここにね、柏木さんのところに顔を出して何かアドバイスを求めて、で来年じゃ あのどうしたらいいですかってね、で相談してなんかこうした方がいいんじゃないのっていうのを、当時あれでしたよね、僕が日本選手権で出して調子悪くなって、最初ね、6位ぐらいから上がっていってずっと落ちていく中で、その時毎年ここに来て木曜日の休館日かな、夜開けてもらって、トラックで、ね、当時僕仕事してた時代ですけど、トラックでここに来て、で柏木さん休みの日に来てもらって、2人でここでパーソナル、まあパーソナルというかね、ボランティアで僕にいろいろアドバイスもらって、まあ、そんな中で毎年じゃあ今年はここの部位を、ね、足なら足やろうか、背中やろうかっていうふうにして、お互いいろいろ種目を考えたり試行錯誤しながら、辛い時代を支えてくれた唯一の人でもあるんですけど、まあ、それが非常にこう本当に今でも、鮮明に覚えてて嬉しかったですね。柏木さん本当にあれですよね、ちょっと前の動画で予約が取れないジムって言いましたけど、まあとにかく料金が安いですよね、そもそも。今パーソナル代いくらでやってるんですか？5000円ですよね。1時間ですか？1日何人見てるんですか？10人から12人すごいっすね。そうなんだ、もう体がボロボロに。いやだけど本当になんか僕の中でトレーナーの鏡だなと思うのは、その料金設定、僕結構言いましたもんね、もうちょっと上げた方がいいかな。言ってた、言いましたよね。体も辛いだろうし、でも絶対需要もあるだろうし、僕なんかこだわってる理由とかってあるんですか？こだわってる理由はね、やっぱりこのお金ある人だけが、まあ、やるパーソナル受けれるっていうのもなんかかわいそうだし、あと続けてもらわないといけないっていうのもあるし、結構俺そのトレーニングやって筋肉つけてでよしっていう感じじゃないの、そのベースを整えたいの、コンディショニングとか、そうそう、アライメントを直したりとか、はい、特に女の人、やっぱり年を取ってくるとだんだんアライメント悪くなって、まあ、骨盤後傾になってきたりとか、はい、だんだん外重心になってきたりとかっていう、そういうアライメントを整えてで筋肉つけていくのが、はい、女性らしさ、例えば骨盤後傾のままトレーニングやってももは太くなるけど、お尻ぺったんことかさ、とりあえず筋肉つけるようにやって筋肉ついたからいいだろうじゃなくて、やっぱりバランスが良くないとダメじゃん、ダメじゃんっていうか、俺としてね、そういうアライメントを整えて筋肉つけて女性らしい体を作ろうっていうのが、まあ根本であるもんで、ストレッチをしっかりしたりとか、あと、まあ、うちでは筋性って言ってる筋膜リリース、はいはいはい、あと筋肉の可動域を広げて、はいはい、左右対称にっていうのをやったりとかっていうのをやりつつ、それで通ってほしいなと、長らく、だからまあなかなかやめないんだよ、だから予約が取れるんですよね。まあでもいいことですよね。まあ今木曜日が、まあ、今日木曜日やってますけど、休み、日曜日休みじゃん。日曜日はね、6時まで。あ、そっかそっか、日曜日やってるか。そっか、日曜日6時までなんで、木曜日が休暇日で、まあ、一応動画にはエクササイズの連絡先があるんですけど、まあ、なかなか取れないでしょ。僕も結構うちの選手なんか、まあ、ポージングですよね。結構柏木さんに見てもらいたいんで。連絡するんですけど、まあ、本当にキャンセルが出たところに入れていただくかっていう感じですね。なるほど、まあ、じゃあ料金設定はそうやってみんながやれるようにっていうことを長く続けられる、
ちょっとね、最近体がボロボロになってきたそれでできんくなったらあげるかもしれない。数が、はいね。まあちょっと体調と相談。でもどうですか、こうお互い、まあ、僕も今ジムやって、ね、本当にあの時代と、ね、ここ作った時代とはまるで、ね、全然違う、ね、もう全然違う時代になって、こう僕なんかもう本当に二度とジムやるかと思ってましたけど、まあ、時代の流れで周りの方のサポートがあって、またやったんですけど、柏木さんなんかはもう辛い時代からずっとね、うん、結構辛い思いしたでしょ。もうね、俺住むとこなくなってしょ、ね、僕もあのここちょっとね、あの1週間ぐらい住んでたことありましたけど、柏木さんもなんか本当にあれでしたね。もう今、まあ、家庭も円満なのかよくわかんないですけど当時ね、独身で本当にそうそうそう、ここにほぼ住んでるぐらいの感じで、いろんなことありましたけどね。もう住むとこなく、もう払えんと思って、で出て、でここに1年ぐらい住んでた。はいはい、冬が寒い。プレハブじゃん、これ。まあ、確かにそうですね。倉庫作りですね。夜とかさ。すごいですもんね、風入ってくるし。真冬零度とかになったり。風も もねえしさ。体がもう朝から晩まで冷えてる。でもその時代と比べてみるの、本当にいろんな人が来ていただいて、そうお互いもう感謝しかないと思うんですけど、どうですか、こう、トレーニングする人が増えて思うところ。いい時代になりました。いい時代、そうだ、まあ、我々はそうですけど、こうトレーニング環境とかですよね。24時間今ジムとか今多いし、いくらでもジムなんかあるじゃないですか、うん、まあ、この周りにもジムいっぱいありますよね。ジムすっごいいっぱいある、みんな大丈夫って。どうやってトレーニングしてるんだろうと思いますよね。どうやってトレーニングっていうか、こんないっぱいあってみんなやってけんの。そうなんですよね。我々みたいなジムっていうのは基本的にトレーニング人口が増えれば逆にお客さんが増えてくるんですけど、周りにジムができるとあんま関係ないじゃないですか。やっぱりジムだけで作って設備だけで運営してる人っていうのは多分あれだ、こんな本当なんかね、そうですよね。こんだけジムあると、特にこの名古屋のこれ今ちょっと東の方のテンパックっていうのがこの辺は特にジムですしね。そう、いろいろ増えてきて、で、まあ一般の人たちがこのトレーナーを選ぶにあたってどうやって選んでるのっていうね、お皿が聞きたかったんですよ。トレーナーがいっぱいいるんで、どう僕みたいに選手がメインでトレーナー始めたわけじゃないんで、うん、ずっとトレーナーっていう本当にプロのトレーナーとしてやってきたわけなんで、うん、と結局今さ、大会勝ってもうすぐトレーナーやるとかさ、あのトレーナーやりたいから大会でどうしようかとか、だからあのね、あんま良くない方法で勝つ人もいるし、うん、あまあそうですね、タイトルされてる、そうそうと、まあ仕事のだからビジネス筋肉みたいな感じになってきて、そうか、柏木さんあれですよね、僕が通ってた専門学校で、まあ、僕が先生としても、ね、うん、柏木さん呼んでほしいって言って先生もやってもらってたんで、あ、まあ、トレーナーの育成なんかもやってたわけなんで、うん、どうですかね、トレーナーとしてはどういうトレーナーが必要なのか。まあ、それはあれですけど、どういうトレーナー、あの結局さ、あの、自分のトレーニングは知ってるけど人に教えられるのっていう人たちが結構いっぱいいるから、いろんなトレーニングを試してみて、あのこういう人にはこういうの教え方がいいとか、こういうトレーニングがいいとかっていう、あとやっぱりパーソナルなんだから、もうパーソナルパーソナルパーソナルそれぞれ全然違いますね。違うようにっていう、あれですね、床屋さん行って同じ髪型しか着れない人来た人みんな同じ髪型にするみたいな、うん、ね、全然しますね。僕らだとやっぱり長年トレーニングして、まあ、うん、自分の体でいろいろ失敗して怪我して実験してダイエットもそうですけど、やっぱり経験値があるんで、あのそういうところは言えるんですけど、なかなかやっぱりでもね、ね、4、5年トレーニングしてトレーナーになった人っていうのは、多分どっちかというとやっぱりそういう、知識とか理論的なところとか、うん、エビデンス的なものとかっていうのをベースにしてやっていかないと、そこはなかなか時間的なところで難しいと思うんですけどね。そうだから、まあ、ね、ちゃんと勉強してっていう感じの人
人がどれだけいるかわからんけど、あくまでやっぱパーソナルなんで、そう、まあだからね、いつも言いたいことあるいつもの調子で言いたいことあるので俺が5000円でやってんのにさ、みんな高すぎんとかって。そうですね。そうですね、まあ。だから僕上げてって言ってます。橋谷さんが5000円とかありえないでしょって言ってます。もっと自分の価値を。まあでもそこはやっぱりさっきね、まあ、冒頭で話したよね。橋谷さんの優しさであり、人間性なのかなっていうことですよね。まあ、あとは、トレーニングの方法とか、情報が溢れすぎてて、みんな何を選んでいいかわからない人もいっぱいいるから、まあ、そこで正しい方法を、まあ、あなたにはこれがいいですよっていうのを、ね、教えてあげれるのがいい。あ、このちゃんと情報の中で理由を説明してっていう、やっぱり、ね、有名な選手がこれがいいとかって言ってもその人は合わないと思いますし、でもそれにやっぱりこだわる人っているんだよね、そのトレーニングの経験が少ないにもかかわらずこの人が言ってることが絶対正しいとか、そんな、まあね、一つのことに対して絶対正しいっていうことはないので、いろんな方法があって、その中から、まあ、ある程度万人には使えるものもあるけれど、でも合うか合わないかっていう、合わない人もいるわけだ、うん、食事もそうじゃない、うん、そうです。そこってだからあれですよ、トレーニングのセンスじゃないんですよ、ね、あ、まあセンスじゃない、ね、いろんなジャンルにしてもやっぱりこう間違った情報とか信じたりとかそういう人ってやっぱり一定数いるわけだし、あの、まあ、騙されるわけじゃないですけど、こう、まあ、そういう人が結果騙されたなっていうなる業界もあるわけですし、うん、その辺は自分でいかに情報を、ね、うまく自分に合ったものを取り入れられるかっていうところが、そうなんだ、トレーニング業界に限らず、ね、生きていく上で、ああだからあのネット絶対じゃないから、ね、間違ったのもいっぱい載ってるから、うん、だからそれちょっと違うんじゃないかなと思う内容も持ってたりするから、信じるのはもちろんあれなんですけど、やっぱりちゃんとその内容を自分で勉強してある程度信頼性を得てから信じないと、うん、 そうね、その人が好きだからとかファンだからって信じるっていうのはまた違うのかな、うん、いろんな情報があるんだけど、その一つのことに対してそのいろんな方向から確認してみて、でやっぱりこれだと思うんだったらそれでもいいし、まあ、それだけ見てそれだっていうふうにはならない。All right.